数学を愛する会会長いっくんですお願いしますはい <laughs> 皆さん数学を愛していますかどうもはじめまして数学を愛する会会長のいっくんと申します普段はツイッターで円を3等分する選手権をしたりハート型のグラフの選手権をしたりしながら数学の面白さを広める活動をしているのですがこうやって会長として 皆さんの前でお話しするのは初めてで少し緊張しております。ロマスの初参戦なのですが、まあ、ハードルの高さがまあデルタ T、イプシロンくらいしかないと伺っておりますので、まあ、安心してやっていこうと思います。まず本題に入る前にですね、私がなぜマスラバこと数学を愛する会を創立したのかをお話ししたいと思います。私は中学生の時に、あるちょっとしたきっかけから 数学が好きになったんですけど、自分の大好きな数学の美しさ、面白さというのを皆さんに共有したいという思いから、高校1年生の時に数学を愛する会を創立しました。それからは、がむしゃらに活動を続けて、まあ、運が良かったということもあって、まあ、Twitter アカウントのフォロワーはもうすぐ7万人に、えー、なるほど会を大きくすることができました。今まで支えてくださった皆様にこの場を借りてお礼を言いたいと思います。本当にありがとうございます。 この数学の美しさ、面白さを共有したいという思いは今でもずっと持ち続けていて、今日もいつもの活動と同じように、この共有するをテーマに本題に入っていきたいと思います。さて、本日はロマンティック数学ナイトということで、私が今までに一番ロマンティックに感じた式、オイラーの等式についてお話しします。オイラーの等式というのは、 数学界の二大巨人であるオイラーが1748年に発見した式で、別々の分野で発展してきたネイピア数 E、虚数単位 I、年収率 π を単純な式の形にまとめた最も美しいと呼ばれる等式です。数学界の二大巨人のもう一人であるガウスは、オイラーの等式についてこんな言葉を残しています。この式の意味をすぐに理解できない学生は、第一級の数学者にはなれない。 かっこいいですね。ここで一つ注目してほしいところがあります。皆さん、どこだかわかりますかはい、ここです。この1811が素数であるということです。はい、嘘です。はい。この式の意味というところです。ガウスはこの式の証明ではなく、この式の意味と言いました。なぜガウスは証明ではなく意味と言ったのか ガウスの考えたオイラーの等式の意味とは何だったのか今日はそれをひもといていきましょう。これを考えるヒントはガウスの発見にあります。彼の偉大な発見の一つであるガウス平面、通称複素数平面。複素数平面上で E のアイパイ上を捉えることで彼の頭の中を覗くことができます。複素数平面で考える前に下準備をしましょう。 まず E の i π 乗上をこのように定義通り極限を用いて書き換えます。そして次のようなちょっと変わった変形をします。この i π 分の N を一つの塊として見ることで、この等式が成り立っているのがよくわかると思います。そして次にこの、この分母分子に i π をかけて、この約分 i π を約分してこんな形になって、i を横に出して少し複素数っぽくしてみました。さて、 問題は、これを複素数平面上でどうやって捉えるかです。いきなりイメージするのは難しいですね。だから、こんなアイデアを使ってみましょう。まず、この n の部分を k に変えます。そして、n を固定して、k を1から n まで動くことを、動かすことを考えてみましょう。その後に n を無限大に大きくしたときにどうなるかを考えます。では、 この実部が1ということを念頭に置いて複素数平面上でイメージしてみましょう。はい。それでは、こちらがあらかじめ用意しておいた複素数平面でございます。今皆さんがご覧になっているのは n イコール1の時で、このオレンジの点が1たす1分の πi の1乗になっています。n イコール2の時を見てみましょう。n イコール2の時、この青い点が1たす2分の πi の1乗。 このオレンジの点が1たす2分の πi の2乗となっています。n イコール3の時、この点が1たす3分の πi の1乗、この点が1たす3分の πi の2乗、このオレンジの点が1たす3分の πi の3乗となっています。さて、もう気づいた方もいらっしゃるかもしれませんが、この図の重要な性質として、複素数の掛け算は回転と拡大なので、これらの三角形は、 すべて相似な直角三角形となっています。n イコール4の時も、ちゃんと相似な直角三角形になっていますね。n イコール5の時も同様です。さて、この性質、この三角形たちが相似になるという性質をうまく利用して、この n を大きくした時に、このオレンジの点がどこに近づくかを考えてみましょう。まず、ここの長さは、 n 分の π なので、n を大きくするとだんだん短くなって、ここの長さは半径である1に近づいていきます。そして、この三角形とこの三角形の相似比は、n を大きくするとだんだん1に近づいていくので、この長さも1に近づいていくとこ、近づいていくことがわかります。同様に、この三角形とこの三角形の相似比も1に近づいていきます。 つまり、ここの長さも1に、ここの長さも1に、ここの長さも1に近づいてきます。ということは、この点たちは、だんだんこの赤い円周上に集まってくる、ということが予想できますね。次に、この周の長さ。この周の長さは、先ほど掃除比が1に近づいていくと言ったんですが、この長さが n 分の π なので、n 分の π にどれも近づいていきます。n 分の π に近づいていくものが n 個ある。つまり、 この青い長さは π に近づいていくと予想できます。以上より n を大きくすると、オレンジの点はこの1のところから円周上を π だけ進んだ点に近づいていくと予想できます。では、今から実際に n を連続的に動かして大きくしていきます。オイラの等式が成り立つならば、n を大きくしたときにこのオレンジの点は1に近づくはずです。それでは、スタート 今、皆さんがご覧になっているのは、200年前の天才数学者ガウスの頭の中です。奇跡は円に前近していき、じわじわとオレンジの点がマイナス1に近づいていっているのがお分かりでしょう。これこそ、人類史上最高の数学者ガウスがイメージしたオイラーの等式の意味です。それでは、皆さん、今、目を閉じてください。 皆さんは今、数学というものを通して、200年もの時を超えて、過去の数学者と同じことを考え、同じものを共有しています。これってなんだかとってもロマンティックだと思いませんか私のプレゼンは以上です。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。やってくれたな。<laughs> 悔しいけどこれ見えるかな鳥肌立っちゃったよ最後。いやいやいやありがとうございます見えてないかうわーうまいないくつよ今今18ですね大学1年生です。すげえな若いのにめちゃくちゃプレゼンうまいじゃん。<laughs> ありがとうございます。ビビった。